はい、どうも、ハッパ園長です。さてと、じゃあ、この動画では今度はウクライナ側ですかね。なんかね、昨日かな、このウクライナがほら、ね、一矢報いたじゃないですけども、ロシア本土爆撃したっていう燃料貯蔵施設でしたっけ。あれがどうも嘘だったっていう話が出てきてるんですよね。まあ、嘘というか、ウクライナが嘘ついたんじゃなくて、ロシアの自作自演。だからまあ、これを口実になんか生物化学兵器を使うんじゃないかみたいな。ちょっとね、なんか、まあいいや、とりあえず見ていきましょうかね。ウクライナが、そう、ウクライナ政府が、いや、そんなことしてませんっていう、なんか否定しちゃうんですよね。ロシア西部の燃料施設攻撃をウクライナ政府が否定するんですよ。で、ウクライナ国家安全保障国防会議のダニーロフ書記が、1日、ウクライナ、ロシア西部ベロゴロドの燃料貯蔵施設は攻撃してないと述べたと。で、ロシア国防省はウクライナのヘリコプター2機が低高度で飛行しながらロシア領内に入って国境から約35キロの地点の、ベルゴロド燃料貯蔵庫を攻撃したとしていると。これについてこのウクライナのダニーロフ書記がウクライナ国営テレビで、ロシアは何らかの理由でウクライナが攻撃したことにしているが、我々の情報に基づくと現実と一致しないと述べたと。で、ベロゴロドはロシア軍の重要な兵站拠点の一つで、ロシアは今回の攻撃でウクライナとの和平交渉に影響が及ぶ可能性がある。まあ、なんかそういうことを言ってましたよね。で、まあ、ロシア大統領府の、まあ、このペスコフ報道官が、この件に関してプーチン大統領に報告されたとして、交渉継続に快適な条件だと受け止めることはできないと。これを理由に、ね、和平交渉なんだろう、支障出るぞと。ウクライナがやらかしたんだから、だとしてもしょうがないよなみたいな。で、攻撃を受けたとされる燃料貯蔵施設はロシア石油大手、ロスネフチが保有している。で、ロシア国防省は同施設は、軍事用に使用されてないとしてるんですけどもね。まあ、この辺はもう何とでも言えるんであれですけども、だからプーチン大統領にいい戦況報告をしたくてロシア軍側がやった。まあでもなんかちょっとこれだけだと真偽はわからないんですけども、交渉のタイミング的にウクライナがまあ空爆するのは、まあ確かに違和感があったといえばそうかもしれないですよね。だからまあ自作自演をやっぱり疑う人がすごく多くて、てか自作自演が多いですよね、確かに。だからロシア国内で撃墜されないから、ロシアのヘリがやったんではっていう、そういう見方もあるんですけども、だから化学兵器、生物化学兵器を使いたい、まあ、プーチン政権の、そういう作戦だと。ただいずれにせよ一方的にね、ウクライナ侵略したのはロシア側でしょ、ね、そのロシア側が非難するっていうのはおかしな話、これは事実ですよね。だからウクライナに反撃されたくなければ、ね、とっととね、撤退するべきなんですよ。だからまあよく、なんだろうな、まあ僕のこのチャンネル動画のコメント欄にもね、言う方いらっしゃいますけど、ウクライナ側のこの情報を鵜呑みにはできない。それはそうなんですけども、じゃあどっちっつったらね、ロシア側の情報なんてもうまるっと信用なんかできませんよね。正直ウクライナからの情報も鵜呑みには、だから西側のね、情報を鵜呑みにするのもどうか、それはわかるんですよね。まあだから話半分ぐらい、じゃあロシア側からの情報ね、どうなのかって言ったら、もうほぼ 100% 信用なんかできないですよね。その違いですよね。でそんな中、このロシア軍のこの副司令官、まあ将軍がバタバタのこうね、この首取られてますけども、で今度はまたなんか副司令官だって、ロシアのウクライナ軍の攻撃で亡くなったんだってさ。でロシア軍第83独立警備隊空挺突撃旅団、なんだろ、ホワイトベースみたいな感じだな、所属していた、そのロシア軍の副司令官が、まあ、亡くなったそうですね。アナトリー・ステファン将校、ハンドルネームスターリッツって書いてあるけど、なんだろハンドルネームってで、まあなんかそういう死亡が報告されたのはロシア軍第83独立警備隊、空挺突撃旅団、副司令官である、ビタリー・スラブツォフ中佐。さっきのなんたら将校っていうのは違う、あ、
この人が報告したのか。で、亡くなったのがラブツォフ中佐。スラブツォフ中佐か。なんか紛らわしいな。まあなんかそういう人がね、亡くなったそうです、また。で、あとこのウクライナ軍がめっちゃ頑張るの感じで、要はこのキーウ近郊のロシア軍がほぼ一掃されたって発表してるんですよね。ウクライナ軍の反攻作戦で、キーウ周辺のロシア軍が、まあ、ほぼ一掃されたそうです。まあ、でもこれが本当だったらね、喜ばしい限りですよね。で、まあ、キーウ近郊の、なんだろう、この、例えば、ボロディアンカっていうところを奪取したって言ってるんですよね。ウクライナ軍の反攻作戦で、キーウ近郊のロシア軍をほぼ一掃することに成功したと。でも、壊されたものとかって元に戻んないし、奪われた命も戻んないですからね、当たり前ですけども。ウクライナ軍はキーウ近郊のボロディアンカを奪還したと報じていて、ウクライナ国家警備隊もキーウ周辺のロシア軍を一掃したと。だから東部に集中してるって言ってますからね。あるいはね、この生物化学兵器とか、なんかこう空爆するために撤退させたとか、そういう話はないんですかね。どうなのかな。じゃあまあ仮にじゃあこの発表が本当だとして、その後どうするんですかね。キーウに兵を残すのか、それともこの東、ね、さらにこのね、奪還する、だからマリウポリとかですよね、に向けて移すのか、どうするんですかね。まあ何にせよこのロシア側のこの発表と照らし合わせて、例えば陸軍総兵力、30万とかっていう発表でしたっけ、最初。のロシアが、まあ7万人の精鋭部隊を、おとりに使ってウクライナに殲滅されるっていう、なんだろう、ある意味高度で柔軟性あふれる、ね、プーチン大統領の采配作戦だったんですかね、これもね。ちょっとね、僕みたいな素人には高度すぎて意味がわかんないんですけども、何しにのこのこウクライナに出かけてったのかね。いや別にあのロシア兵、ロシア軍の犠牲ね、まあ人の命だったりとか、なんかこう装備品壊れたとか取られたのを含めて、ロシア側にね、ああ大変だよなーなんていう気持ちははっきり言ってこれっぽっちもないです。ね、ウクライナの人たちはもうたまったもんじゃないですよね。で、やっぱりこのチェルノブイリ駐留部隊、まあ悲惨な状況だったらしいですけどもね、これもねはっきり言ってね、ろくでもねえことし続けてきたお前らにとっちゃ自業自得だよなぐらいにしか思わないですね。むしろお前ちゃんと掘り返した土元に戻してったのかよこの野郎ぐらいにしか思わないですね。まあ最初はこれだって安全な後方に配置されたぞってロシア兵はね、このあのチェルノブイリ部隊は喜んでたんですよね、最初ね。まさかのね、この超高濃度、ね、この放射能汚染地帯のこの赤の森ですよね。なんか塹壕を掘って居座っていたと。ね、アホかと。何やってんだよと。確か1ヶ月ぐらい、居座ってたんでしたっけ。まあ相当な被爆量ですよね。ざまあねえなとしか思えないですけどもね。ちゃんと片付けてから帰れよって思いますけども。まあなんかロシア軍司令部がなんか相当アホアホマンで締められてたっぽいんでね。余計、ただね、やっぱりなんかそのロシア側の事情なんかはって知ったこっちゃないんで、本当ウクライナの人たちは人の命も奪われて、街も壊されて、お前ら本当ちゃんと元に戻してけよと。まあもう無理なんで。だからもう戦争を終わらせて、あともうどうにかするって言ったらもう賠償金払わせるぐらいしかやりようがないですからね。きっちり締め上げて、もうとことん締め上げて、もう本当全世界でフルボッコみたいな。そこまで追い込んだ方が僕はね、いいと思うんですけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。